私の名前はパニコ。会社員をしている28歳です。夫のコーダとは仕事関係で知り合い、結婚に至りました。今は2人でアパートを借りて幸せに暮らしています。コーダとの結婚生活に不満はなかったんだけど、唯一コーダの母親だけが私の悩みの種でした。義父は私たちが結婚する数年前に亡くなってしまい、今は義実家に義母が1人で暮らしているの。そのこともあって、義母からしたらコータは実家に帰ってきて欲しかったんだと思います。ただ2人の仕事場の関係もあり、結婚後は義実家で同居はせずに2人暮らしすることにしたのよね。それからというもの、私は義母から嫌がらせのようなことをされるようになったんです。私が大事な息子を奪ったとでも思ってるんですかね。コータは一人っ子というのもあるし、特にそう思っちゃったのかも。義母からはしょっちゅう電話がかかってきて、最近帰ってこないけどどうなってるのとか、子供はまだなのとか、コータにちゃんと栄養のあるものを食べさせているのとか。私が仕事をしていることもあまりよく思っていないらしく、いつまでコータに苦労をかけるの、嫁のくせに家を守らないなんて、女が仕事なんてしてるからいつまで経っても妊娠しない、なんてことを言われることがありました。コータは共働きに賛成だし、私の仕事のことも応援してくれています。二人が良かったらそれでいいと思うんだけどね。義母からしたら言うことを聞かない嫁って思ってるんだと思います。義母が私のことをあまりよく思っていないことはコータも分かってくれていたので、実家に帰るときはコータ一人が多かったわ。私も義母の嫌味はなるべく真に受けず、毎回うまくごまかしながら過ごしていました。そんなある日のこと、今警察から連絡があって、母さんが交通事故に巻き込まれたらしい。え？病院に搬送されてるみたいだから、俺病院行ってくるね。悪いけど家のことお願い。もちろんそれはいいけど、お母さん大丈夫なの？そんな大きな事故ではないし、命には別状ないみたい。骨折程度だろうって警察の人は言ってた。そう、よかった。とにかく行ってくるね。わかった、気をつけて。休日2人でゆっくりしていたところだったので少し驚きました。でも命に別状なくて本当に良かったわ。義母とはあまりうまくやれていないけど、コータの大切な人には変わりありません。私は無事を祈る気持ちでコータからの連絡を待ちました。その後、病院に着いたコータから義母の骨折の手術は無事成功したと連絡が来たわ。私もようやく一安心。少し入院してリハビリすればすぐ歩けるようになるだろうとのこと。しばらくは松葉杖の生活が続くけど、また以前のような生活に戻れるようだし、よかった。私はそんな風に気楽に考えていたのですが、退院した後の様子なんだけど、当初聞いていた話とだいぶ違ったの。足は一向に治らず、松葉杖でもうまく歩くことができないんだとか。一人での生活は厳しいらしく、私たちに義実家で一緒に暮らしてほしいと言い出したのよ。年齢的なものもあり、もしかしたら治りが遅いのかも。正直義母との同居には抵抗があったものの、仕方ないよね。渋々ではあったけど、義母が以前のように一人で生活できるようになるまでという条件で、私たちは話し合いの末義実家へ引っ越すことにしました。コータによると、義母は今回のことでかなり元気を失っているらしく、同居したとしても部屋でおとなしくしてるだろうって言っていたんだけど、実際義実家に行ってみると、ちょっと洗濯物の畳み方が違うでしょ、全部やり直して。すみません。掃除はもう終わったんでしょうね。いや、これからです。まあ容量が悪いのね。まったく嫁のくせに何もできないじゃない。日頃家で家事を何もしていないのがバレバレよ。義母は足以外元気はつらつ、私に対しては敵意むき出しでした。コータの前ではかなりおとなしく、あれやってこれやってと猫なで声で言うくせに、コータがいなくなった途端これです。義母があまり動けないということで、家事は全部私とコータがやることになったのですが、気力の方は有り余っていて、コータがいなくなるとめちゃくちゃ元気じゃないのよ。
コウタに相談しようかと思ったのですが、二人は仲がいいし、私のせいで親子関係が壊れるのは嫌だなと思い、私は仕方なく我慢するようにしていました。義母が良くなるまでの辛抱だもの。ですが、それから何ヶ月経っても義母は一向に歩けるようになりませんでした。そんなある日、私がいつものように買い物に出かけようと思い、部屋の棚を開けると、あれ、どうかした？ここに5万円くらい入っていたと思うんだけど、今見たら3万円しかないのよね。封筒に入れておいたはずの生活費が少し減っていました。コウタ、使ってないよね？使ってないよ。どっかで使っちゃったんじゃない？レシートとかは？使ったならレシート入れるはずだけど、2万円も使ったレシートなんてないのよ。そうなの？忘れてるだけで、きっと何かに使ったんだよ。足りなかったら銀行から下ろしておいていいからね。少しモヤモヤするものの、慌ただしい毎日だし、きっとどこかで使っちゃったんだろうなと、あまり気にしませんでした。しかし、その次の月も、またお金がなくなっていたのよね。あれ？確かに入れたはずなのに。給料日に下ろして、今月分として、また部屋の棚に入れていたのをはっきりと覚えています。それなのにまた数万円消えていたのよ。今回はちゃんと金額を把握していたし、棚に入れてからそんなに日にちも経っていません。私が使っていないのは確実でした。ねえコウタ、棚に入ってたお金がまたなくなってるんだけど。ああ、それなら俺ちょっと使ったよ。トイレの電球と予備の電池いくつか買ったんだよ。でもそれってせいぜい2000円くらいでしょ？レシートもちゃんと入ってたからそれは見たよ。そうじゃなくて、また2万円くらいなくなってるの。え、そんなに？俺は使ってないけど、気のせいとかじゃなくて？今回はちゃんと確認してたから間違いないと思う。なんだろう。じゃあなんでないんだ？疑ってるわけじゃないんだけどさ、コウタじゃないとなれば、もしかしてお母さん？いやー、それはありえないだろう。母さんがそんなことするとは思えないし、そもそもここは2階じゃん。そうよね。そうなんです、私たちの部屋は2階で、義母の部屋は1階。まだうまく歩けない義母が階段を使って2階に登ってくるのは絶対に無理だったのよね。まあ一応何か知らないか聞くだけ聞いてみる？そうだね。一応義母にも事情を説明して、何か知らないか聞いてみることに。ということなんですけど、お母さん何か知らないですか？そんなお金私が知るはずもないでしょ。もしかして疑ってるの？いや、そういうわけじゃないんですけど。二人とも心当たりがないから、一応お母さんにも聞いただけだよ。さまさまこの足じゃ2階にも上がれないじゃない。どうやって私がお金を取れるっていうのよ。自分が疑われたと思った義母はあからさまに機嫌を悪くしたわ。どうせパニコさんが多めに使って忘れてるだけでしょ。それなのに私のせいにしてくるなんて。そんな言い方するなよ。別に俺もパニコも母さんを疑ってるわけじゃないから。コウタはそうでも、パニコさんはどうか知らんね。私も疑ってるわけじゃないですよ。何か知らないかなと思っただけで。どうだか。義母が私に嫌味を言ったのを聞いて、コウタも少し引いていました。それでも義母も何も知らないということで、私たちはもう一回自分たちの部屋に戻ることに。やっぱりお母さんも何も知らないよね。じゃあなんでお金がなくなるんだろう。ここ最近友達とかお客さんとかも誰も自宅に入れてないのに。もしかして泥棒とか？もうこうなってくるとそれぐらいしか考えられないよね。でもね、なんか変なのよ。私たちは一応家中の戸締まりを確認したけど、全部ちゃんと鍵はかかっているし、泥棒が入ったような痕跡もない。結局お金の行方はわからないままで、お金の管理は今後より一層慎重にしようということで話は終わりました。ただどうしても気になった私はコレタに相談することにしたの。実はコレタ、セキュリティ関係の仕事をしていて、家の防犯とかにめちゃくちゃ詳しいのよね。
ってことなんだけど、コレタ、何かいい対策とかない？もしかしたら空き巣って可能性もあるんじゃないかなって思ってるのよ。オッケー、そういうことならプロフェッショナルの僕に任せてよ。シスの家に最先端のセキュリティを導入するよ。キラン。ちょっと待って。あのね、でもさすがにそんなお金はないかな。それにまだ空き巣って決まったわけじゃないし。That's right。それならいっそのこと部屋に防犯カメラを仕掛けるのはどうかな。それならカメラ1台で済むさ。それならいいかも。僕の家に使ってない防犯カメラがあるから、それを使うといいよ、シス。本当に？ Of course。 そして数日後、コレタから早速防犯カメラを受け取った私。コータや義母を疑っているわけじゃないけど、一応2人にも内緒で防犯カメラを設置することにしたんです。それから1ヶ月後、私はまたいつも通り銀行から今月分の生活費を下ろし、部屋の棚に入れておきました。それから毎日のようにちゃんとお金がなくなっていないかチェック。そしてとうとうその日がやってきましたよ。ある日突然お金が少し減っていたの。やっぱり誰かが取ってるんだ。私は慌てて防犯カメラの映像を確認することに。するとそこに映っていたのはなんと義母でした。え、なんで？歩けないはずじゃん。私はかなり混乱したわ。だって映っていた映像で義母は松葉杖もなしで普通にスタスタ歩いているんだもの。しかもね、その後義母はその場で誰かに電話しながらニヤニヤ。コレタがくれた防犯カメラは音声までバッチリ入るから、その電話の内容もしっかり聞こえてきたわ。信じられない。私はその日の夜、リビングにコータと義母がいるのを確認してから義母を問い詰めることにしました。お母さん、取ったお金返してください。あ、何のことよ。パニコ、どうしたの急に。私たちの部屋の棚からお金抜き取ってますよね。はあ、何言ってるのよ。あんたまだこの私を疑ってるわけ？この足でどうやって2階に行くっていうのよ。本当は歩けますよね。何を言って。パニコ、どうしたんだよ。母さんは歩けないじゃないか。じゃあこの映像は何ですか？私が防犯カメラの映像を2人に見せると、何？いつの間に？義母はあからさまに動揺し始めました。ちょっと母さん、これどういうこと？違うの、これは、何なのよ、これ。実はこっそり防犯カメラを設置していたんです。泥棒かもって思って。そしたら歩けないはずのお母さんが撮っていたの。おい、どういうことだよ母さん。階段も普通に上り下りしてるし、金取った後スキップまでしてんじゃないかよ。これは、証拠がある以上言い訳ができず、義母は顔を真っ青にしていたわ。ちゃんと説明しろよ。全部この女が悪いのよ。はい、うちの大事な息子を奪ってこうでもしなきゃコータを取り返せないと思ったのよ。義母が白状したところによると、本当は病院を退院してしばらくするともう松葉杖もいらなくなっていたんだとか。ただこのまま歩けないことにしておけば、私たちも義実家から出ていけないと思ったそうです。その上で私に嫌がらせをして追い出せば、コータと二人でずっと一緒に住めると思っていたみたい。嫁のくせに専業主婦にもならないし、生意気なのよ。稼ぎだってコータと同じくらいあるみたいじゃない。自分ばっかりいい思いして、少しくらいもらったって別にいいでしょ。完全に開き直ったのか、今度は私に逆ギレしてくる義母。だからって人のお金を勝手に取っていい理由にはならないと思いますけど。そもそも不用心にお金を棚に入れる方が悪いのよ。理不尽な言い分に私は呆れるしかなかったわ。取る方が悪いに決まってますよね。だからね、私は一時停止していたカメラ映像を再び流してやったのよ。そこに映っている義母は電話でこんなことを言っていたわ。あー、龍馬くん、今日は臨時収入が入ったの。だから明日の昼間お店に行って指名するわね。もう
龍馬くんが一番に決まってるじゃないの。他のホストになんて見つがないったら。そうなんです、義母は私たちからくすねた金で昼ホストに行っていたの。秘密がバレた義母は顔面蒼白で震え出しました。俺たちのこと騙して金まで取って昼間からホストだと？ふざけるな。母さんのやってることは立派な犯罪だからな。犯罪だなんて大げさよ。大げさなんかじゃない。まったく呆れたよ。歩けるなら一人で生活しろよな。もうあんたなんて母親でもなんでもない。え、あ、じゃ、そんな。俺たちは出ていく。二度と顔も見たくない。そんな悪かったわ。ちゃんと謝る。だから許して。コータは義母のことをずっと気にかけていたし、義母のことを大切にしていました。その分裏切られた怒りは大きかったんでしょう。義母がどんなに謝ってきても一切許す気はなさそうだったわ。すると義母は私に泣きついてきました。バニコさん、お願い許して。コータを説得してお金もちゃんと返すから許して。お金を返してもらうのは当然です。ただそれで終わりというわけにはいきません。そんな。当然だ。もう二度と関わるな。それから私たちはすぐに荷物をまとめて義実家を出ることに。義母は最後まで泣いて謝っていたけど、コータはもう見向きもしなかったわ。優しい人ほど怒らせたら怖いわね。その後どうなったかというと、もちろん警察に相談したわ。義母は窃盗罪に値するけど、コータの母親だから親族相当令でもね、民事でも訴えてやったの。そして盗んだ分の金額は借金させてもちろん支払わせたし、義母はホストに貢ぐために隠れてかなりの借金もあったから、その後は借金まみれになって家も土地も手放す羽目に。それでも返済は間に合わず、今はアルバイトを掛け持ちしながらボロアパート暮らしをしているんだって。私にもコータにも何度か謝罪のメールと電話がかかってきたけど、全て無視。あまりにしつこかったので着信も拒否にしてやったわ。もちろん引っ越し先も教えていないし、完全に縁を切ることができました。そんな私たちに最近嬉しい出来事があったの。なんと私の妊娠が判明したんです。もう毎日幸せでいっぱい。ヘイシス、お祝いを持ってきたよ。コレタ、来てくれたのね。ありがとう。これ未来のベイビーにプレゼントさ。何これ。これはね、論理的数学思考を育むブロックのおもちゃさ。わあ、なんかよくわかんないけどすごそう。ありがとう、コレタ。この子がこのおもちゃで遊ぶ姿早く見たいな。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。